暑い暑い暑い。本日はこちらハードオフの、ジャンク品を紹介します。今回はですね、ソニーの SLV-R350 ということで、こちらをですね1年ぐらい前に買ったデッキになります。なのでちょっとですね明細表とか何もなくて、いくらで買ったかちょっとわからない状況なんですが、で、あの症状も全然わからない状況なので、まあ、これをですね今日は見ていきたいと思います。主には VHS ビデオの、修理ということでやっていきます。はい、もう早速ささっといきたいと思います。はい、いきまーす。こちらの方がですね、物置部屋にずーっとあの置いてあったデッキになります。で、あの頼りなのはこれハードオフのシールだけ貼ってあるんですよ。だからまあおそらく、まあ、ハードオフで買っただろうっていうあのデッキになるんで、ちょっと申し訳ないんですが、ない状態になってます。で、見る限りはデッキの状態もそんなに悪くはないですね。ちょっと傷があるかなっていう程度で非常にいい感じになってます。で、あの、まあ、荒らされ痕は一切ないっていうか、はい、ちょっとこの辺傷あるか、まあ、これ掃除で綺麗になる可能性もあるんですが、まあこんな感じのデッキになってます。どんな機能があるかっていうと、スタンバイ、これなんやろ、標準低スタンバイ消費電力の切り替えができるようになってますね。 RCA の入力端子になっていて、シンクロ録画とか、これ R2 ってなんやろな、これ予約録画するときに使うダイヤルとか、カセット取り出し、再生、巻き戻し、早送り、録画、まあそんな感じの、デッキになってます。で、リアル×スピードということで、おそらく、高速の、早送り、巻き戻し、まあ、これに、対応したデッキだと思います。こちらの方はちょっと見づらいな、入力端子と出力端子の至ってシンプルな、ニュース録機構になっています。で、99年製ということで、今から20年前かになります。で、メイドインマレーシアということで、マレーシア製のデッキになってます。まあそんな感じですね。あれあれ、これなんでネジない、これ、いや元からあれ、ここネジあると思うんですけど、あれ違うんかな、もしかしたら、あー、これ誰か分解してんのかな。うわ、ちょっとなんか嫌な予感がしてきましたね。はい、まあそんな感じになってますんで、今からですね症状の方を見ていきたいと思います。電源を入れていきます。電源オン。なんか今遅かった。電源ついたと。カセットを入れていきます。画面の方はあのブルーバックになってますんで、一旦あの基板は大丈夫かなっていう感じですね。テープを入れていきます。何今の、あれ何これ、2時間15、なんか今動きおかしかったですね。今電源、あ、なんかバリバリ言うてる。いやデスマシンが壊れていく。もうテープがバリ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 言ってるから、もうおそらく今なんで戻っていったかというと、テープを出そうとしたけどテープが引っかかって出なかったんで、再度取り込まれていっていると思うんですよ。おそらく、まあ、そんな感じだと思いますね。であれば、まあ、ローディングかな。ちょっと嫌な予感もするんですが、再生するか。希望を持てそうな感じがしません？これ。音声はバッチリなんで、何あの掃除のおばちゃんみたいな。え？これ何なんですかね、この掃除のおばちゃん。ドット表示。
これめっちゃいけますね。こんなん見たことないですわ。いや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 。停止。ちょっと取り出してみましょうか。今取り出せんのじゃん。ああよかった。どうですか、大丈夫ですね。いや、なんか変なおばちゃん出てきましたね、掃除のおばちゃん。なんなんやろな、あの掃除のおばちゃんが気になってきましたね。掃除のおばちゃんがずっと下で動いてた。はい、なんかちょっとおかしいですね。やっぱりあんなとこでしばらくお待ちください、ありえないんで。一旦今から開けていきたいと思います。左右、2箇所、後ろはこれもう開けられてる形だと思います。左右2箇所開けていきます。ネジ山がねネジ山がないんですよ。どんな開け方をしたんかちょっとわかんないですけど、非常にですね、ネジ山がもう飛んでる。ちょっとわからないですね。嫌な予感がしてきました。修理の後の修理はね、結構ダメなことが多いんですよ。やっぱ同じようなことやってるんで、だからちょっと自信がなくなってきました。それでは今からですね、開けていきたいと思います。開封の儀。はい、それでは修理をする前にこちらですね、オレンジーナいただきます。ごちそうさまです。開閉していきます。こちらの方も後ろの方から前に倒すように上げていきます。こんなんやったかな、緑のむき出しになってたと思うんですけど、大丈夫かこれ。そこそこ綺麗ではあるんですけど、ホコリがですね、ちょっとまばらにある感じですね。まずこの辺が、電源部分ですね、トランスであるとかになっています。これなんやろ、ピヨピピコーンとこう出たやつがなんかあります。 CP80、 これなんか気になる基板ですね。で、ここがまあ電源周りですね。で、こちらの方が、メカになっています。ピンチローラーがあって、で、センサー、真ん中のセンサー、そして、左右のセンサー、どれや？あれ？この辺か。あれ？もしかしてセンサーないのこれ。ここ多分センサーかな。左右のセンサーがないんですかねこれ。もしかしたらここだけでやってる、この透明のセンサーだけなのかな。非常にですね、部品がないような気がしてきました。とはいえ、こう汚れがあるので、で、ピンチローラーも取ってない。としたら、おそらく違うのかな。ちょっとよくわからないので、一旦この状態で再生していきたいと思います。テープは、はい。動いてはいってますね。音声しか出ない。再生の側がですね、あんまり出ない感じですね。釣りました。ということは、部品は何の問題もない。で、これ今、こう、ノイズがいってる感じで見えてると思うんですけど、実際には、ノイズは一切ないので、大丈夫です。クリーニングでおそらく良くなる感じがしますね。なんか、動きがちょっとぎこちないんですけど、そう考えたらクリーニングで、ちゃんと行きそうな気がしますね。なのでこの辺ちょっとクリーニングしてどうなるか見ていきます。すごいノイズ乗ってますね。あ、こ
はい、消えました。この接触でこうノイズがちょっとここ接触が悪いですね。そんな感じです。はい、それでは今からパーツクリーナーでたーっと汚れを取っていこうかなと思います。使用するのはこのハケとでパーツクリーナーですね。そうしていきます。非常に汚いこのほこりみたいなこの汚れ、これはねもうグリスも何もない感じですね。汚れを取れたらこうティッシュで拭き取って、なんぼパーツクリーナーでも汚れは下に落ちるだけで消えないんで、グリスは溶けて消えるんですけど、こういうホコリとかは消えないんですね。このヘッドですね、ヘッドの方をきれいにしていきます。名刺で掃除する感じになります。じゃあもう一旦バーッとかけていく感じですね。こんな感じで使っていきます。でも当ててこういうふうに、まあ、垂直に当てて取る感じですね。このヘッドの部分ってガラス製になっていて非常に脆いんですね。だからティッシュとかでやると引っかかってガラスが割れたりするので、もうそうなるともう全く読めなくなるみたいなんですよ。なのでこうきっちりしたこの水平で拭き取るようにしてます。引っかかったはちょっと最悪です。ほこり汚れはありますね。で次ピンチローラーですね。これをもうグッと下に下げるとこういう感じで取れます。でその時にこれも絶対なくさないようにしないといけないです。ちょっと紙やすりで磨いていきます。ちょっとツルツル感がなくなる感じですね。ツルっとしてるところが全体がちょっと白く濁るような感じですね。はい、こんな感じでこんな感じになりました。で取り付けました。次は綿棒で、音声ヘッドですね。こちらの音声ヘッド、こちらのエタノールを使ってます。もうべっとりつけて最後拭き取っていく感じにしてますね。私はティッシュだと絡まると破れてしまうので、ちょっと丈夫めの生地で塗ってます。で、テープが絡む部分ですね、全体拭き取って汚れを取って、次はグリスアップの方をしていきます。はい、それではまずローディングの部分ですね、グリスアップしていきます。次は、テープが出る射出口、ここをですねグリスアップしていきます。今こんな感じで一回ですね鳴らし運転の方をしていきます。取り出し、はい、まあ良くなったかなと思います。ここですね白い被膜で覆われてるんですね。で先ほど接続した時にそのなんか白いなんか粉みたいなのがボロボロボロと落ちて被膜で覆われてる感じになってるんですよ。なのでノイズが出てるんかなという感じがするんで、一旦この白いのを全部取っていきたいなと思います。で、それを取るのはこの接点復活剤。
これ20年ぐらい前の接点復活剤なんですけど、ちょっとこれを使って取っていきます。最近ようやくですね、使うようになったんです。はい、ちょっとこれで見ていきます。ちょっとスムーズにさせるようになりましたね。とりあえずノイズは消えたんですけど、実際にはあのノイズは一切ないので大丈夫ですね。停止をして高速巻き戻しをしようとすると、こんな感じで止まってしまうんですよ。もう一回、全貌が見えてきましたね。再生とか、まあ、その辺は問題なかったと。で、まあ、クリーニングしてそこそこちゃんと動くようになってるんですけど、早送り巻き戻しがどうも調子が悪いですね。高速巻き戻しの方も全然動かないです。停止をして、じゃあ早送りいきます。あ、今行きましたね。早送りは、早送りは行くことがある。でも巻き戻しは絶対行かないですね。こういう感じで、ウィンウィンカチャン、ウィンウィンカチャンみたいな。もう一回行きます。こうやって止まってしまうんですよ。早送りもダメな時はダメ。あ、これ早送りでもダメな時もあります。ちょっとこれ外していきますね。はい、まず前面パネルを取って、ね、土台外していくという感じになります。で、フラットケーブルがここにあるので、これはちょっと気をつける必要があります。こんな感じですね。ここと、ここと、ここと、土台外していきます。多分これで取れます。配線がですねあるので、こちらですね、これを外しとくと。はい、で、あとこれですね、フラットケーブル。はい、こんな感じで取れました。裏がこんな感じになります。こっから見てもこれかな、これがちょっと滑ってるような気がしますね。うん、ちょっとあのゴムベルト、ちょっとこれでも緩んでるな。もうこれかな、ゴムベルトの清掃とプーリーの方ですね、清掃していきます。ちょっとこの替えが多分ねないですね、ゴムベルト。だからこのまずプーリー清掃していきます。ものすごい汚れ、こんな汚れあります。ここですね、ついでなんで清掃しておきます。じゃあグリースをちょっと塗っていきます。これ分かりますかね、これ、これ、このレンズのこれをちょっときれいにしておこうかなと。このクリスタルのところですね、これ、ここの接点のところはよく磨いといた方がいいですね。ここがですね、曇るとセンサーとしてのあの精度が下がるので、ここはクリアに、で、真ん中にもあります。で、こちら左右ですね、結構ね汚れているんですよね。そんな感じで一旦いいかな。振り子もちゃんと動きますし、うん、で、あとゴムベルトですね、
綺麗にしていきます。私はもうこれはティッシュでエタノールをつけまして、でこんな感じで、これ替えがあったらいいんですけど替えないんですよ。こんな感じで結構汚れてますよね。で一回取り付けていきます。これなんか取れた、あれ、わかりました。これわかりますかね、これこの部品がもう取れてもしまってたんですね。で見るとここ欠けてるんですよ。こうこれでも関係ないような気もするんですけど、ここが欠けてるから、まあこれが原因かどうかはわからないとしても、こういう動きをしないんですよ。こういう動き、バネをここ引っ掛けて、バネをここ引っ掛けて絶えずこういう状態にしていないといけないんですけど、もうグラグラになってしまってるという感じです。なのでバネがどっかにあるはずなんですね。バネを探していきます。おそらくこのどっかにバネがあると思うんです。あ、ありましたね。こんなとこに、これか、これですね。ここにこうついて鉄のフックのところにかかっていると、これが絶えずこう引っ張られるんですね。こう引っ張られて時にはこうブレーキをかけると、まあそんな機構のものなんですけど、部品がすごい細かいので、ここ仮に UV レジンでここ接続したとしても多分ねすぐ取れますね。幸いなことにここ若干残ってるんですね。ここ見えますかね、ここ先っちょ、ここにバネを引っ掛けようかなと思います。どういう風に引っ掛けるかというと、こういう風にこうですね、こういう風に引っ掛けて、ここをずれない、ずれ落ちないように UV レジンで硬化させようかなと思います。これが原因で巻き戻しができないかっていうのはちょっとわからないです。一旦ここにですね UV レジンで硬化させていきます。ここに取り付けて、手で持っときます。今ちょっと固まってきたんで、これでもうちょっと強化していきます。グッと伸ばしてももう落ちないんで、これで一回取り付けてみます。これが原因だったらいいんですけどね、でもなんか可能性がなんかありそうな気がしていますね。ちょうどブレーキかけたりするところなんで、可能性ないですか。失敗、また失敗、逆やった。だからこっちが下なんですよね。いやーもうあかんわ、こんもりしすぎるとダメなんですね。ここここれ上向けに取り付けないとちょっとダメですね。下にはあんまり盛らない方がいいですね。上の方に盛るようにもう一回硬化させます。下は当たってしまうんですね。はい、ようやくですね、今度こそはいけたんじゃないかなと。はい、これを一回取り付けていきます。いやー難しい。いやー、なんとか、はい、おかげさまでいけました。これですね、これで治ったんじゃないかなと。見ていきます、取り付けていきます。はい、
とりあえずは、はい、再生はされてますね。巻き戻し、高速巻き戻し。ダメ、違ったか。早送りは行く感じですね。巻き戻し。あれ、いやなんかね、ここカウンターが下がらないのもやっぱおかしいですね。何か原因あるんですよねこれ。ここ磨いときます。なんか曇ってますね。この辺もなんか曇ってたらあかんねん。これちょっと外していきますね。取れますね。ちょっとこちら接点復活剤を塗っていきます。これぐらいしかこの本体では考えられない。これ SLV-FX9 っていう VHS から取ってきたこのゴムベルト、これに変えてうまくいくかちょっとやってみます。でこっちに変えてみます。あ、ちょっとなんか動きが違うような気がしますけど、一回やってみます。じゃあ早速テストしていきます。じゃあ巻き戻し。ああ、カウンターがやっぱり上がらない。カウンター下がっていかないですね。はい、じゃあ高速巻き戻し。行きました。ちょっと待って、これたまたまかもしれん。じゃあ次高速早送り。はい、次巻き戻し。行きました。いやー、行きました。はい、じゃあ最後まで巻き終わるかどうか見ていきます。あれ、終わってもた。なんで？ゴムベルトの原因だとしたら、ちょっと今替えが、この替えのゴムベルトしかなくて、まあただこれもですね、そんなにいい状態ではないということで、一旦補強するのにここにゴムベルトを巻きました。ここにゴムベルトっていうか輪ゴムをここにつけています。もう一個ぐらいつけとこうか。こういう風に一旦輪ゴムをこう入れてまして、それによってグリップ力が増すんじゃないかなと思っていて、それでちょっとなんとかならへんかなと。はい、これでやってみたいと思います。これでどうなるか。これで一回、仮組みのテストをしていきます。今から早送りをしていきます。早送り OK。 巻き戻し。
一回取り出します。ですね、ちょっと最悪になってきました。こちらのテープが入らなくなったんですよ。モーターの手前にあるんですけど、それがもう全く動いてないんですね。なのでちょっとですね、故障原因が広がってきた感じです。まあということで、こちらはちょっと諦めようかなと思います。今ちょっと不具合はこんな感じなんですね。不具合とイケてるもの、再生は OK で、早送り OK、 巻き戻し NG で、カセット、まあ、挿入がアウトで、ゴムベルトの方がちょっ と、切らしてまして、まあ、弱ってると。で今ゴムベルトを調整して再生しようと思ったんですけど、カセットが入らなくなって ダメになりました。ということで、まあ、YouTube 的にはですね、まあ、NG 動画っていうのはなかなか再生回数が伸びず、お蔵入りにしようかなとか思ってるんですが、まあ、もし動画が、なくてですね、ちょっと困った時は、まあ、これを、まあ、修理動画としてあげようかなと思います。ということで、これが上がってるっていうことは、修理動画が少なくなってると、修理してないよということになりますんで、まあ、そんな感じで、まあ、切羽詰まってるということにしときましょう。はい。ということで、本日は、こちらの修理がうまくいくかなと思ったんですけど、故障箇所が、肥大化して最悪になったということで、終わりにしたいと思います。本日の、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございます。またこちらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、こちらのデッキですね、もし何かこうだよねとか、こうしたらどうかなとか、もしありましたらもういろいろコメントいただけると、非常に助かります。またそれの内容をですね、チャレンジしてみたいなと思っています。また日頃からコメントいただいている方、本当にありがとうございます。そのコメントはですね、私の方はいつも見てまして、まあ絶えずそのコメントからまあできそうなことっていうのは、チャレンジしていってるんで、まあコメントどんどんいただければ、それもやっていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。ショックやなぁ。